リュウジの動画。はいどうも、伊豆のモケダのアフロリュウジでございます。本日もやってまいりました、今日から使える省内弁講座でございます。この今日から使える省内弁講座では、私アフロリュウジが住んでいる省内地方の方言、省内弁について皆さんと一緒に学んでいこうというような講座でございます。本日の省内弁はこちらの単語について皆さんにご紹介していきたいと思います。それがこの単語でございます。デュー。はい、今日はデューについて皆さんにご紹介していきたいと思います。まずこのデューなんですが、どのように使うかと言いますと、このような形で使います。ご紹介していきましょう。トゥトゥトゥン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 、じゃーん、こちらでございます。はい、ということでですね、本日はこちらデュー編ということで皆さんにご紹介していきたいと思います。まずはですね、どんな単語で使われるか、こういう形でございます。マグマグデュー、ハカハカデュー、ヒカヒカデューみたいな感じですね、使われるようなデューでございます。こちらですね、行ってみましょう。これどういう時に使うのっていうところがですね、気になるかなというところなんですが、デューっていうのはですね、何か不快な状況とか不快な気持ち、状況、自分のですね、まあ、体調であるとか、そういうところをですね、表現するときに使う表現でございます。なので気持ち悪いなとか、ヒヤヒヤするなっていう形でですね、自分の体調とか、まあ、心境がネガティブな時に使うような表現で、なんとか do という形で使うような表現になります。そしてですね、大体特徴的なんですけど、このマグマグとかハカハカとかヒカヒカみたいなところって、あの自分のなんか見た感じの状況とか、そういったところをですね、なんかざっくりと捉えて、自分の中で何かこう気持ち悪いな、こういう気持ち悪さを感じるなとか、何々するなみたいな時にDo っていうのと、あとその状況を表すなんちゃらなんちゃらっていうところの、まあ、2つ合わせた単語と組み合わせてガッチャンコして使うのはこの Do の特徴でございます。まずですね、この3つの単語どんな意味なのかっていうことですね、あの皆さんご説明していきたいと思うんですが、まずこちらマグマグ Do、 ちょっとですね、気持ちが悪いという時にですね、使うような単語でございます。例えば暑くて暑くてちょっと体調が悪いな、気持ち悪いなというところにですね、いうところでですね、使うような形になります。いや今日だばあっちぐですんげマグマグデューのーっていう形でございます。さて続いてハカハカデュー、こちらはですね、ヒヤヒヤするというような意味でございます。肝を冷やすとか、冷や汗をかくとか、ちょっと危険だな、ちょっと危なかったなというか、ヒヤッとしたっていう形でですね、時に使うハカハカデューでございます。ちなみにですね、このハカハカデューなんですが、秘密の県民省でも出てきたこの単語でございます。もう省内弁は難解すぎるっていう形でですね、そんな回でですね、登場してきたものになります。その時の例文としてはこのような形で使われておりました。わーだばただばし石こいで出てまんずはかはかでぅというような形でですね、使われていたということでございます。ちなみにですね、この単語なんですが、まあどういう意味かと言いますと、あなたはいつもお調子者で、だから本当にもうヒヤヒヤするねというような意味でございます。ではですね、続いてヒカヒカデューというところなんですが、ヒカヒカデュー、これは何て言うかと言いますとですね、例えばイルミネーションとか、いろんなですね、このキラ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 しているって時に、なんか目がチカチカするなって時にですね、まあヒカヒカデューって形でですね、使うような単語になります。ちなみにポジティブの時に使えないのかっていうところなんですが、だいたいですね、ワクワクデューとか、なんかウキウキデューみたいなところで、あまり使わないようなことをですね、僕のまあ生きてる中では、そんな形で使ったことはないなというようなところでございます。ちょっとですね、使い方によってはですね、いろんな使い方あるよとか、おばあちゃんはこう言ってたよとかですね、おじいちゃんこう言ってたよところはですね、教えていただければというところでございますが、私の身の回りの方とか、私が今まで使ってきた内容で言うと、ポジティブな内容のところに使うというのはほぼなかったなというところでございます。ちなみにですね、まとめるとこんな形になります。はい、デュー編でございます。まずですね、使う場合にどういう時に使うかというところなんですが、不快な状況が続くという時に do という単語を使います。で、ちなみに使い方としては、不快な感情プラス do ということで使うんですけれども、例えばマグマグ do、 ハカハカ do、 ヒカヒカ do、 なんかシャバシャバ do みたいな感じですね。こんな形でですね、 do を使う前には何かこう2つ合わせた、繰り返して使われている何か不快な状況を表すような単語プラス do という形で使うというようなものでございます。はい、ということでですね、皆さんも do ぜひですね、使っていただければというところでございます。はい、というわけでですね、本日の省内弁講座では do 編、
お送りさせていただきました。何かですねこう不快な気持ちになったなとか空気が悪いなという時はですねなんかこううわマグマグでなという形で使っていただいても構いませんし、何かこうちっちゃいお子さんがですね心配だなとか見ててちょっとあなんかヒヤヒヤするなという時はですねハカハカデューあーハカハカデューみたいな感じで、ね、使っていただければというところでございます。という形でですね自分が何か不快な状況に陥ったとかちょっと気持ち悪さを感じたなみたいなネガティブな時の表現方法として何々デューという形でですね使っていただければ庄内弁レベルがまた一つこう上がっていくんじゃないかなというところでございます。ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。私 Facebook、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますのでぜひ SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録やグッドボタンもよろしく頼むの。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあのバイバーイ。